このバイク、この直後に当て逃げします。よそ見したその瞬間、追突です。ゆっくり離れます。様子を見ながらさらに距離を取ります。そしてが降りてくるのを待って逃走。追跡されないように降りてくるのを待っていく感じですね。この当て逃げ犯、当たった直後には逃げるつもりだったのでしょう。この動きが全てを物語っていますね。被害者が降りてくるのを待つとは当て逃げ常習犯かもしれないですね。当て逃げは許されない行為です。絶対にやめてください。